ちは、軽トラ野郎のお時間です。オイル交換の時期になってましたので、新しいオイルを入れてみました。今回はレトロカナダという、レーシングオイルなんですけれども、ちょっと新しく購入する機会があったので試してみようと思いました。半年前に、車検を取る時にですね、ヘッドカバーを交換した時にパッキンを全部交換したんですけども、そこからオイルが滲んでおりまして、新品のパッキンだったんですけども、エンジンの回しすぎてダメということで、そちらもちょっと対策をしております。いつものように T 社長にお世話になりながら、作業の様子でございます。どうぞご覧ください。抜けないんだよねこれね、確かね。2番目が一番きついです。熱かかると、閉まってんの誰よ、俺だって誰やったのやんと、俺だって、うわこうするよな。プロステージがよ、洗浄性高いオイルだって言うからよ、初めて入れたな、ね、タペットカバーを入るよ、どんだけ綺麗に洗浄されてるか。あ、なんか出てきた、よだれ垂らしてる、よだれ垂らしてるこいつ、やばい、ダメだわこれ。ああこっちだ、こらこらこら、あ中に、うん、ここも硬くなってる、回しすぎだで、もろほら熱上がってる、はいはい、はい、うん、遮熱板はあれど、あ回しすぎ。取れてますね。やっちゃうよ。よく行きたいぞ。開いてる？入れてから300キロぐらい走ってるんですけど、非常にいいです。なんかね、分かりやすく説明ができない。なんかね、排気量上がったみたいな感じ、なんかリッターカー乗ってるみたいな感じですよ。ちょっと楽です、乗ってて。で、上まできっちり回るので、あの吹き上がりがすごく滑らかになった感じです。アクセルパンと踏むとスーッと回転が上がっていくような感じがして、非常に乗りやすいです。でね、音はすっごい静かなんですよ。もう風切り音の方がうるさいぐらい、オイルが変わっただけで全然違いますね。
まあ、もちろん仮装甲のエンジンだからっていうのもあると思うんですけれども、まあいいと思うな。皆さんも入手するチャンスがあったらぜひ試してみたらいいと思うよ。値段なりの効果はあると思います。じゃあまた。